こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は月曜日まで募集してるですね、直接お会いして、Amazon 輸出の準備を、マンツーマンで教えるという、サポートサービスも、どんな手順で、サポートするか、何をするか、そのちょっと説明の方をします。まず募集してる場所なんですけど、私の旅行に行きたい場所、それから、今いる、千葉の周辺、これを対象地域とさせてもらいます。で、6月末までしかね、日本にいなくて、その後は、タイとイギリス、パリ、ポルトガル、それとあと何カ国か、ヨーロッパを回るんで、今月ね、のみという募集になります。で、場所はね、関西の京都、大阪、和歌山、それから九州の福岡、沖縄本島と石垣島、それから北陸、金沢、ね、東北の仙台と、あとね、首都圏、プラス北関東の栃木、この地域に、住んでる方が対象です。やることはですね、もたもたしてしまうと、1ヶ月ぐらいかかる、サポートの内容というかね、Amazon 輸出をするにあたって必要な準備をですね、もう1日で、全部あった際にね、完了させちゃおうというサービスです。でところが最近 Amazon ではですね、アメリカ Amazon の登録の時にアメリカの銀行口座番号を入れないと先へ進まなくなっちゃってますんで、先にですね、アメリカ銀行口座を、借りる、サービスを、開ける、これを先にやります。で、ペイオニアかワールドファースト、どちらでもいいんですけど、このどちらかのサービスを使って開設します、ね。ペイオニアだったらこちらのリンク、ワールドファーストだったらこちらのリンクからお申し込みできます。で、ペイオニアはですね、今、マイナンバーが必要になっちゃいまして、マイナンバーまだ持ってないよとかね、マイナンバー載せたくないなという方は、ワールドファーストの方で、申し込みしてください。こちらをクリックするとワールドファーストの、口座です。で、もちろんこの内容のサポートもするんですけど、これを先に済ましとかないとですね、せっかくの Amazon アカウントの登録が、先に済まないというのはね、分かりましたんで、まずは口座登録の方からね、やっていただくと。で、どっちがいいのってことなんですけど、正直ね、どっちでもいいです。で、どっちかというとですね、両方作って、売り上げが増えてた時にね、相密を取るじゃないですけど、ワールドファーストは何パーセントだ、ね、ペイオニアは何パーセントだっていうのを言ってね、安く有利になった方を使うって形でいいんじゃないのかなという感じです。それぞれの申し込みはこちらのリンクから、クリックして登録してください。で、この登録終わって無事口座が出たらですね、あとはもう、必要な、スカイプチャットワークはね、このペオニアのために必要だと思うんで、すでに済ましたらでしょうけど、アメリカ、オーストラリア、日本アマゾンのアカウント設定、アカウント開設、それからデュアルディスプレイの設定、デュアルディスプレイにする方法、あるいはね、その場でもデュアルディスプレイにしちゃうと。で、スマートフォンにアマゾンセラーアプリをインストールして、オークファン、ヤフオク、eBay なんかの制約価格をチェックする方法をサポートすると。使い方とか登録をサポートする。で、ここが一番のポイントですけど、扱い商品を決めると。これね、その場で一緒にネットで探すケースもありますし、話を聞いて、じゃあとりあえずね、ダイソー行きましょうとかね、家電量販店行きましょうとか、あるいは買い取り専門店行きましょうって言って行って教える場合もあります。一番やっぱり効率いいのはですね、できるところは全部やっといていただいて、扱い商品を決める。で、私だったらどういう商品をどう買ってるかを、見ていただきながら、自分でも、なるほどこういうのどうですかと聞いていただくと、その部分でね、時間を使うのが一番効率がいいです。そんな形で、来週月曜までマンツーマンでお会いしてサポートする、Amazon 輸出、モニタープランというかね、今回のでね、好評であれば次回日本に帰ってきた時、またやるかもしれませんけど、今回の状況次第では、これっきりという可能性も高いですし、
オーストラリアアマゾンが始まった後はですね、まあ、募集を、停止する可能性も高いんで、アマゾン室のサポート気になっているという方はですね、この機会にお申し込みください。こちらの45分無料相談申し込みをクリックしていただいて、まずはサポート内容の確認とかね、自分でもできそうかどうかの確認をしていただいて、決めていただければと思います。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。